皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけで今回はハワイの購入品後編になるんですけど、前回はねスーパーマーケットとかノードストロムラックのアウトレットだったり、あとはアラモーナで買ったものを紹介していったんですが、今回は行きの羽田の空港だったり、サクスのデパートだったり、帰りの空港だったり、セフォラだったりっていうね、コスメとかスキンケア多めの購入品の動画を紹介していこうと思います。じゃあまずは私が一番大好きなショッピングモールである羽田空港免税で買ったものから紹介していこうと思います。はい、じゃあ早速いきます。で、ちなみにパッキングの動画ではちらっとお話ししたと思うんですけど、今回もし時間がなかったらどうしようかなと思っていたので、事前に羽田空港の免税のウェブの方で商品を予約してから購入するっていうシステムをね、今回導入しておりますね。まあ本当にそうしたらピックしてそこで払っていくだけなので、時間がない人でも購入できるので、そういうシステムを使っていくのもすごくいいかなと思います。ちなみにそこはスタンプカードがあって、全部貯まると5万円だったかな、5万円貯まると3000円分の免税でまた使えるチケットくれたりって、結構還元率も良かったかなと思うので、もしね行くことが決まっていて欲しいものがその免税のウェブの中にあったら、そういう風にお買い物事前に予約しておくのもいいかもしれないです。ウェブに載ってないものもあるので当日見た方がいいんですけど、まあそういうサービスもあるっていうことですね。というわけで今回初めてそちらを利用してみました。じゃあ1個目いきます。そのウェブの方でランキングとか見れたんで、ランキング上位のものも買ってみたりしてます。というわけで、ランキング上位で載ってたのがこちら。これ有名ですよね、イプサのルミナイジングクレイイーっていうクレイ状のマッサージマスク洗い流し用ですね。これなんか前にもうどこで聞いたのか、雑誌で読んだのかなんだかわかんないんですけど、よく聞くアイテムではあったのでどうかなと思って買ってきたやつです。クレイ系は結構スッキリするので夏とかが特にいいかなっていう感じがするんですけど、ちょっと使ってみるのも楽しみなアイテムです。ということでね、これもね人気アイテムですね。次はこちら、じゃじゃん。これもランキングに入っていたアイテムなんですが、モロッカオイルのやつですね。でこれがトラベルセットみたいな感じになっていて、このミニのオイルは私実は何でついてきたのかわかんないんですけど、それで持ってって、あとはハイドレーションの髪の毛のトリートメント、シャンプーとコンディショナーっていう旅行にぴったりなヘアケアグッズが詰まったアイテムですね。で結構大きめなこういうポーチ、しっかりめのポーチがついてるので、まあポーチ自体でもすごく使いやすいかなと思います。まあ中開けてみるとこんな形で、ミニコシャンプーとオイルとヘアトリートメントっていうことなんで、まあ5日から1週間ぐらいの旅行にぴったりな量かなっていう風に思ったんで今回買ってみました。これ47ドルだったんですけど、普通にセフォラとかでも同じ値段で売ってたので、まあそこで買わなくてもっていうところではあるんですけど、一気にこうピックしたいっていう人はそこで買うのもいいかもですね。はい、ってわけで有名なこちら買ってみました。ちなみに成田と羽田でウェブが違うんですけど、成田のラインナップと羽田のラインナップもちょっと違ってたりするんで、見てみるだけでもね面白いと思います。で次がこちらです。じゃじゃーん、めっちゃ反射しちゃいそう。トレドポーテのコンセントレイルミーナトゥール6セット入りっていうやつで、ローション、エッセンス、シート状マスクっていうのが入った、まあ空港でよくあるセットみたいな感じになってますね。で中出してみると、これが一番気になったんですけども、おもろいよね、なんかカレンダーみたいな感じになってて、ローションで1と2っていう風に書いてあります。1番が化粧水、こっちが美容液っていうことになってるので、こういうパウチ型というかになってるっていうのも旅行に持っていきやすいアイテムなのでね、いいかなと思います。それでこのシート状マスクっていうのが、下用上用が入ってて6袋ってことですね。上下で分かれてるタイプのものになって6万入っています。このクレドポーのこの形のやつ、前からちょっと気になってはいたんだよね。クリスマスのツリーのオーナメントのような形なんですけど、旅行にめっちゃぴったりかなと思うので、また次行くときね持って行って試してみようかなと思います。これもちょっとお高めのラインというか、まあバッグがこんだけついてるからっていうのもあるんですけど、免税店ってこういうセットになってるやつとか売っててくれるので、旅行に行くものを選ぶときはすごくいいですよね。だからもうもはやパッキングしないで空港で買うっていうのもありかなっていう気も最近しております。っていうか前からそうですね。はい、じゃあ次。次はこちら。もう一種類のやつが売り切れてて、一番買いたい方ではなかったんですが、アルビオンのアンフィネスインジェクター OSK。で、これ他だとね、もっと保湿だったのか、こっちは美白だったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、1ミリが28本ってことで、1ヶ月使う。こういう、この科学の理科の実験っぽい感じがすごく好きなんですけど、アルビオンの書き方されてるから先に乳液して、化粧水して、その後に入れるっていう形で使う美容液になってますね。まあ、出してみるとこんな感じのケースに入っているので、まあ、持ってったりするには大きいのを移し替えたりするのがめんどくさい人にはこういうの持ってっちゃうっていうのも手かなと思います。
ちょっとね、気になっていたんですけど、思ったよりかは高くないかなと思ったので買ってみました。こんな個包装されてるやつだってもっと2万とかするのかな、美容液だしって思ったんですけど、8000円ぐらいだったんでね、このライン結構いいイメージがあったんで今回買ってみました。はい、じゃあ次はこちら。はい、まだあっちのね、本物って言ったらあれなんですけど、試してないんですけど、また買いました。ゲランですね。こちらはパックになっておりまして、インペリアルシリーズって言ってるのかな、この黒い箱のシリーズで、これは結構お高めのラインなんですけども、あら、面白い入り方してる。わお、1と2こんな形で分かれてるんですね。私パック芸人さんなんで、こういうパックをいろいろ試してみることが好きなんですけど、こちらブライトニングということで試してみるのがすごい楽しみですね。これでじゃあ4回分しか入ってないってことか。もうここぞっていう時に使っていくのがいいね。まあ10分間つけていくタイプのパックっていうことなんで、まあイベントの前とか普段からこういうちょっとお高めのパックは私は全然使わないで、ルルルンとかゴリティファーストとかそういうのを普段は使ってるんで、普段はこうめちゃくちゃいいの使わないんですけど、やっぱ肌の調子悪いなとか、今日はすごいいい感じに仕上げていきたいなっていう時はこういうの使ってるんでね。はい、またパックの方もねレビューしていきたいと思います。では次はですね、こちら別に日本で買ってもよかったんですけど、ファンケルの洗顔パウダーの 50g 2個ですね。でこれ私すごい好きで、以前使った時にこのパウダー系の洗顔すごく好きなんですけど、結構良かったんでリピートで買ったアイテムになります。泡立てネットで使っていくんですけど、こういうパウダーのタイプ、これ結構好きなんで欲しいなと思ってて、別に免税じゃなくてもよかったんですけど買いたかったんで買ったっていうパウダーですね。はい、というわけで次はこれはね初めて見た。私結構年間で海外行くこと多いから、めでてこうウィンドウショッピングしたりしてるんですけど、これはね割と最近出たと思う。じゃじゃん、フェイシャルトリートメントクリスタルクリアマスクデラックスセットっていうことですね。まあ要はFTE のマスクが入ってるんですけど、今までってね10枚が一番大きいサイズだったと思うんですけど、メガが出たっていうことなんですよ。こちらは20枚入っておりますね。だからまとめ買いする人にとってはすごくいいんじゃないかなと思います。まあ結局のところ10枚入りの2セット入ってるっていうことなんですけども、メガで買えるのでね、私はフライトで行く時とかイベントの前とか必ず使うアイテムのリピートの定番のマスクになるので、まとめて買いたかったんですごく良かったですね。こういうメガサイズも新しく発売されてました。次はですね、コスメです。はい、なんか触ってみたら良さそうだったんで買いました。アルビオンのエクシア AL ホワイトニングラディアントグローセラムですね。薬用美白美容液でメイクアップベースでもあります。この最近なんかこうスキンケアと見せかけたメイクアップベースみたいな、なっていうのかな、別にメイクアップベースってわけじゃないんですけど、私最近本当によく使ってる好きなのだと、スックのやつがすごい好きなんですけど、なんかこれも美白美容液が入ったメイクアップベースみたいな、ちょっとなんかスキンケアの要素も入ってるみたいなやつをすごく使うのが好きで、やっぱ一番初めにメイクでのせるものがなんか肌にいいものだったり美白のものだとすごくいいなと思って買ってきました。サイズ感もすごくなんか薄い感じで良かったし、なんか触ってみた感じではすごくパウダーファンデーション乗せても良さそうな感じだったんで、こちらまたね使っていきたいと思います。まあ9月までね結構日差し強いので、まあ、保湿はもちろんなんですけど美白もねしていきたいので、最近はこの日常を過ごす時の白の美白美容液ファンデを使ったりしてるっていうところもあるので、そういう系のアイテムが最近使うものは増えました。はい、ってわけでこれがアルビオンつながりで、私が一番買いたかったのがですね、今月だったかな、先月か発売になったこちらですね。はい、アルビオンのパウダーレストクールベージュの010番ですね。はい、両方合わせて買ったんで、5000円となっております。レフィルが4000円ですね。ケースが1000円。まあ今までスイートモイスターシフォンをすっごく愛用していて、夏はそのスノータイプ青のケースのやつも出てたんですけど、今回新しくこのアルビオンからパウダーファンデーションが出たってことで結構いいよなんて声もあったんで試してみたかったんですよね。ちなみに今日使ってる感じなんですけど、カバー力も結構あるし使い心地はすごくいいです。まあただでも私これの情報をめちゃくちゃ調べてないので、どういう点がスイートモイスチャーシフォンと変わったのかっていうことの事前の情報なく使ってみたんですけど、何が変わったんだ、成分が変わったのかな、使い心地としてはそんなに私は変化を大きく感じてないんですけど、まあ両方好きですね。大きく変わった感じが私的にはしなかったんですけど、もともとあれが好きだからこれの使い心地も結構いいっていう感じですね。アルビオンのこのパウダーファンデーションは結構私の中では結構レベルが高いというか、私にすごく合ってるアイテムなので、これもすごく使いやすかったです。ちょっと違いは調べてみますね。あんまり分かんなかったです。はい、では次のアイテムはこちらですね。はい、シュウエムラのステージパフォーマーブロッ
ックブースターフレッシュピンクメイクアップベースですね。 SPF50 の PS3 プラスが入ってます。以前これをね使ってたことが実はあるんだよね。これの限定のやつだったかな、確か使ってたことがあると思うんですけど、気になったんで買ってみました。ブロックブースターフレッシュピンク、あ違うの、これは私が前持ってたやつじゃないな。なんでこれを買ったんだか忘れちゃったんですけど、結構なんかサラサラになるっぽい感じなので使ってみたら良さそう。特に鼻周りとかすごく良さそうな感じがするんですけど、あのシュウエムラのあのグロータイプのあのベースとかもすごく好きなんで、シュウエムラ系のアイテムってファンデーション持ってるけどコスメで持ってる比率で言うと低めなので、ベースものファンデーションも結構いい感じだったんで、ベースもね試してみたいと思いますっていうやつですね。はい、で続いて、シュウエムラなんですけど、これもね気になったんで買ったんですが、アイブロウマニキュアのアッシュブラウンですね。やっぱりアッシュ系の、あのアイブロウマスカラが結構好きなので買ってみました。見た目はこういう感じで、先が丸かったんで、あと短いからこう引っ掛けて塗りやすそうだなっていう、このブラシの形状も使いやすそうと思って買いました。昔メイベリンのこういうやつ使ってたね、ファッションブローなんとかマスカラみたいな、そういうやつ使ってたと思うんですけど、あと色味もすごい良さそうだったので買ってみました。ちょっと色の付き具合とかをねまたちょっと試してみようと思います。あったあったあった、開けちゃったんですけど、次は2種類買ってみました。こちらですね、はい、コンシーラーの新しくいいものを探そうと思った旅に出るので買ったクレドポーボーテの、こちらがコレクチュールビサージュの LO、 こっちがコレクチュールクラプールレジュですね。何が違うかというと、こっちは以前これリニューアル前のものは持ってたんですよ、スティックタイプ。こっちは本当にカバー力がめちゃくちゃ高くて、なんか立体的なやつとか結構赤みが強い時とかのカバー力はバッチリで、割とスティックだけで崩れにくくてサラサラっていうタイプのコンシーラーですね。で結構いい感じだなって思ってたので、同じカラーで違うバージョン、このペンシルタイプっていうかな、サンローラのこういうやつすごく有名だと思うんですけど、こちらも買ってみました。こういう系って結構薄くてハイライトにも使えるよみたいなやつがちょっと多めだと思うんですけど、私はカバー力ありつつあまりよれないでシワにならないっていうやつがすごく欲しいので、あのいろいろね今期は今まで選んできたコンシーラー以外でもいいものを探したいということで、いろいろあの集めてみてるところですっていうやつですね。はい、あとこれじゃじゃん、ちょっと気になったんで買ったの、ファンケルの30代からのサプリメントっていうので30袋入ってるので、こういう風な着色になってて、中は私の大好きな一方化されてるんだよね。だからすごく旅行に持ってくのにいいんじゃないかなと思って買ってみたやつですね。年齢別で分けてあるのってめっちゃおもろいなと思って、今までこうファンケルのねやつ買ったことなかったんですけど、ちょっと面白いなと思って買ってみちゃいました。はい、っていうわけで行きの空港で買ったものはまあこんなもんかなと思います。はい、じゃあ続いてはセフォラで購入したアイテムを紹介していこうと思います。でセフォラっていつもあの買い物をネットでしてて、インターナショナルシッピング日本にしてくれるから普段から買ったりすることの多いあのお店というかであるんですけど、インターナショナルシッピングだと香水だったりオイルとか、そういうちょっと可燃性だったりとか、あとエアゾール系スプレーだったりとか、なかなかこう送れなかったりするものもあるので、ちょっと気になってたアイテムもねあったんでついでに買ってきました。1個目がこちらです。じゃーん。これはね、ドクターズコスメだと思うんですけど、ドクターデニスグロスってやつで、これはなんかセットになってたタイプのものだったんで、私がもともとセフォラのネットで買おうとしてたものは違うんですけど、それが入ったキットですね。中がこんな感じになっていて、なんかあの、あれでしょ、採血するときに拭いてくれるアルコール面みたいな感じのが入ってるんですけど、これがね、あの、ピーリングなんですね。ピーリングのアイテムで、私最近ピーリングすごく好きだから気になってたんですけど、どうやらこの中に、本当に消毒みたいな感じで多分入ってるんですよ。あの、布というか、ティッシュみたいなやつが。それにピーリング剤が入ってて、こう、くる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 ってすると、ピーリングされるよっていうタイプのもので、1と2っていうのがあるんで、1剤と2剤を使っていくっていうものだと思うんですけど、なんかすごく持ち運びに便利そうだし、面白そうだったんで、こちら買いたかったんです。トラベルセットなんで、セラムと、リンクルリカバリー、いいですね。セラムと、あとは C プラスコラーゲン、ビタミン C とコラーゲンが入った、セラムがついてるっていうタイプのものですね。まあ試すのにはすごくいいかなと思ったんで買ってみましたねっていうピーリングのアイテムです。これがねセフォラの1個目。こちら、はい、今までのねグッチのギルティのやつがなんかなかったんで違う匂い買ったんですけど、まあこれも良い匂いでした。香水ですね。でこちらはですね、今までの持ってたものとは違ってピンク色なんですけど、これがロールオンタイプになってて、あのこういう感じで塗れるので、いつもねメイク防除の中に入れてるんですけど、このスタイルはすごく好きなので持ってます。しかもこう蓋がこう閉まるタイプなんで、こぼれることもないし、まあ割れることも
まあほぼほぼないので安心して持っていける香水なのですごく好きですね。ミリ数的に考えてもいいと思います。まあただこのグッチあったこれのこれがないの、これ私めっちゃ探してんの、これどこにあんの、作ってほしいんだけど。でもまあサイズ感的に考えて全然割安ではないんですよ。これで34ドルぐらいしたんで全然安くはないんですけど、単純にこの形に入ってくれてると私がすごく使いやすいってことでセフォラに行ったら買うアイテムの一つです。ちなみにこれもあの香水になるのでインターナショナルシッピングはしてくれないですね。はい、次はこちら、じゃじゃーん、アナスタシアビブリヒルズレスタシアってことでね、テンションが上がっちゃったんですけども、これはマットリップスティックセットっていうことで、この色だったからね、どの色味も可愛いし捨て色なしってことで買いました。でまあミニなのでね、あんまでかいやつよりもこのぐらいの方がね使いやすいっていうこともあって買ってきましたね。4本入ってるから配るのにもいいかなと思って、ちょうどいいサイズ感じゃないですか、これぐらいのやつですね。はい、アナスタシアって今までアイブロウのアイテム使ってきたけど、他のアイテムってハイライトぐらいしか使ったことなくてあまりチェックしてなかったので、セフォラもこうレジの近くにこうミニのキットとかがいろいろあって選べるコーナーがあるから、あそこで見るのすっごい好きなんですけど、まあそういうところでいつもいろいろちびっこセットとか限定のキットを買ってますね。はい、で次がこちら、そう同じねミニっこセットコーナーだったんですけど、フェンティビューティーバイリアーナ、リアーナのブランドのやつで、このこっち側がアイシャドウプライマーで、こっちがねライナーだったと思うんですよ、リキッドので、ちょっとミニっこサイズになってて、フェンティもね私まだ試したことなかったね、マリリンとか使ってた気がするんだけど、ちょっと気になってたので買ってみました。アイプライマーも私あんまり持ってなくていいの探してたので、どうかなと思って買ってみたアイテムですね。こういうお試しのサイズ感があってくれると本当にすごく嬉しいけど、日本ってちょっと少ないよね。はい、というわけで次がですねこちらです。日本に入ってくると言われているスティーラですね。スティーラの私このキティのやつがすごく好きで使ってたんですけど、それのミニっこサイズのカラーですね。どのカラーも結構可愛いから買っちゃいました。ゴールドのちょっと薄めのと、ゴールドの濃いめとブロンズみたいな感じのカラーで、どれも私の好きそうなカラーだったんで買ったのと、やっぱこのフルサイズよりもミニサイズでいくつか試するシステムがすごく好きなので買いましたね。こういうの本当に本増えてほしい。で次もですね気になってたんで買いました。まあ、有名なナーズのコンシーラーですよね。で色番がライトの 1.25 アフォガートっていうカラーですね、1971番で、これコンシーラーですごく有名だと思うんですけど、前ねあの大きいサイズ買おうと思ってたんですけど、まあミニサイズの方が使いやすいしあのいいかなと思ったんで買ってきましたっていうやつですね。コンシーラー難民なのでいろいろ探していこうと思って買いました。次がこちら、はい、同じくナーズのクリスマスの頃にさ、こういうデュオとかこういうサイズぐらいで出たりするじゃん。で私は常にこういうサイズが逆に欲しいんですけど、あんまり大きいパレットってやっぱ持ち歩くなくなっちゃうんで、こんぐらいめっちゃ良くない？こんぐらいめちゃくちゃ良くて、めっちゃ良くない？このサイズ感っていうわけで買ってみました。めっちゃどの色も可愛い、絶対あー可愛いっていうこういうサイズ感、あの旅行に行ったらあのこういうアイシャドウとかお土産でもらうと結構嬉しいですね。めちゃめちゃでかいパレットはすごいいいね、わーっていう感動がねすごくあって好きなんですけども、実際にこう持ち歩くことを考えたりとか旅行の時持っていくことを考えると、こんぐらいのサイズ感がやっぱ助かりますよね。まあこれのパターンだとチップとかは入ってないんですけど、ブラシ持ってってるのでブラシ使ってる方にはすごくいいと思います。はい、次もシャドウなんですけど、これもミニココーナーにあったやつで、はい、こちらですね、ミニヌードパレットっていうやつで、まあどの色もすごく使いやすそうなカラーだったんで買ってきたアイテムになります。で色なしな可愛いカラーですよね。なんかお母さんが最近アイシャドウってかメイクポーチをなんかバッグから落としてしまったって言ったんで、アイシャドウあげてもいいかなと思って買ってきたアイテムでもありますね。はい、こちらです。で続いてこちらセフォラオリジナルのプライマーですね。プライマーこれも結構人気だったのか、10本ぐらい置いてあるエリアの最後の1本だったんですけど、アイシャドウプライマーとなってますので、まあフェンティも買ってるからね、プライマーとコンシーラーを強化していろいろいいものを試していきたいっていうことで買いました。次もミニッココーナーで買った、はい、ツイザーセットで、これ普通に毛抜きみたいになってるやつと、あとすごくとんがってるやつとか入ってて、タイの調子が悪い時に私メッシュのタイプ貼ってるんですけど、こういうのがあるとやっぱつけやすかったり、つけまもそうだと思うんですけど、であんまり大きくなくてこういうケースに入ってるとすごく持ち運びもしやすいなと思ったんでいいなと思って、意外とこういうのもないからね買ってみました。で中開けてみると、あ可愛らしい、めちゃ可愛いケース入ってる、見てでマグネットになってて、あ思ったよりめっちゃちっちゃい、思ったよりめちゃちっちゃい、かわいい、なにこれ、ウケるんですけど、ほらあれ思ったよりちっちゃかった使いやすいのかな、めちゃめちゃ
めっちゃ良くない？このセット意外と使うでしょ、ツイザーって。ほらいいじゃない。でこれでね、こうやって、あ、意外と全然困んないよこのサイズ感。絵が長すぎると使いにくかったし、逆にいいかも。ちょっと思ってたよりはちっちゃかったけど全然使いやすそうなんで、このツイザーセット、はい、いいですね、気に入ったわ。はい、次もミニココーナーに置いてあったコラーゲンポップ、これタブレットみたいのが入ってて、まあコラーゲンだから食べるといいよっていうやつだと思うんだよね。プレミアムマリーン コラーゲンプラスビタミン C スキンブーストってことなんで、まあ肌にいいなんかそういうやつだよみたいな感じだと思うんで、肥満の時舐めたいそういうやつで、あとは、はーい一応オリジナルも買ってきちゃった。オリジナルも別に好きなんだよね。プロの方がより好きなだけなんだけど。で、なんかクイーンっていうのが出てたから、え、何が違うのって思った。なんかケースが違うだけだったっていう。なんかただ運ぶのがちょっと邪魔になっちゃったっていう。あ、でもサイズ感的にあんま変わんないんだっていうやつ。クイーンはオリジナルと同じなんだって。で、あとはプロも買ってきました。はい、安定のね。でも最近あのめちゃくちゃ安いんだけどいいスポンジ見つけたから、なんかそっちも使ってるから、まあめちゃくちゃいっぱいストックで買わなくてもいいかなと思ったんで、まあだから少なめで4つとりあえず買ってきましたね。まあ日本で買うよりか安いのからあんま変わんないか。ていうか昔さ20ドルだったっけ、なんかちょっと値上がりしたくない？前回私17ドルぐらいだった気がしたんだけど、気のせい？気のせいだったかもしれなかったら本当にごめんなさい、セフォラの人っていうことで、ビューティーブレンダーは安定で買ってきましたって感じで、セフォラで買ったものはこれで以上ですね。全然いい感じのミニサイズのものがやっぱり私は見るのすっごい好きなんで、あのレジ前のこうちょっと U 字というかコーナーみたいになってて、ここレジなんだけど、ここがこう結構ミニサイズだったりとかそういうのがいっぱいあるんで、いい感じでした。ただ今私このセフォラの購入品見てて絶対買おうって思ってたものを買い忘れたって思ったんで、またちょっとハワイ行くのでその時に買ってきたいと思います。うわ、なんで買い忘れたんだろう、ちょっと急いでたのかな。でセフォラで買ったもの終わりなんですけど、次はサックスで買ったアイテムを紹介します。でちなみにですね、トムフォードのアイテムなんですが、トムフォードって日本ではあんまりスキンケア有名じゃないよね。有名だった、ごめんなさい、有名でかもしれないけどあんまり見たことなくて、ちなみに言うとこのサックス1ヶ月限定で売ってて、その後他でも売られるってことで、サックスでしか今買えないっていう美容液とクリームを買ってきました。これの評判がめちゃくちゃいいっていう風に今回撮影で行った時のあのヘアメイクさんに教えてもらったんで買ってきちゃいました。ちなみに最後の1個だったの、それがねこちらです。じゃじゃん、トムフォードのね美容液です。こういうやつですね。サックスでしかまだ売ってないです。サックスのネットでは売っているみたいなんですけど、何に効くかっていうと、まあ全体的にいろんなことに効くみたいなざっくりしたことを言ってたんですけど、まあセラムが結構いい感じでしたね。クリームよりもセラムの方がすごい触った感じは良さそうでした。合わせて買ったこちらのクリームですね、3万5000円の4万5000円とかだったかなと思います。だから美容液が結構高いかなっていう感じがするんですけど、そういうアイテムですね。でトムフォードもこういう感じで、あのスプーンもついてて、あ、スパチュラかっていう感じのものですね。美容液と合わせて使った方がやっぱ良さそうです。もう一個、はい、クレンジングも買ってきました。でクレンジングはオイルのタイプとね、なんか2種類ぐらいあったんですけど、あのこの2層になってるやつ買ってみました。トムフォードってさ香水も好きだし、リップとかシャドウもすごく好きで、あの見てたんだけど、スキンケアのところに関しては全然無知だったんで、これを機にねいろいろ試したいと思います。で、いろいろ買って、この3つ買ったら、これプレゼントだよって言われて、なんかでっかいポーチもらいましたね。でもこれの中身は、トムフォードというよりは、サックスのいろいろが入ってました。なんかこういうファンデーションの試供品とか、香水の試供品とか、あとあれですね、クラランスのダブルセーラムが入ってたりとか、他にも何個か試供品入ってたんですけど、キールズとか、そういうのをいくつかくれました。ってわけで、サックスで買ったのはこれで以上です。じゃあ次は一旦ブレイクタイムなアイテムを紹介するね。で、撮影でワードセンターっていうところに行ったんだけど、そこでね、売ってたアイテムがめちゃくちゃ可愛かったんで買ってきました。こっちのお家じゃない方の家の背景のソファーのクッションにしようと思って買ったアイテムなんですが、めっちゃ可愛かった。ちょっと開けるね。それがこちら、じゃじゃーん。めっちゃ可愛くない？結構大きめのクッションのやつなんだけど、なんか有名なサーファーの人らしいんだけど、これ全部刺繍になってるねやつなの。めちゃくちゃ可愛くない？これクッション置いたら可愛いかなと思って、結構主張が激しめなんだけど可愛いかなと思って買っちゃいました。可愛い柄でしょ。これがなんかワードビレッジだ。ワードビレッジっていうとこのお店の名前とかはまたテロップで入れときますけど、こっちのメンズとレディース両方買いました。ちょっと一旦置いてみる。圧強めでめっちゃ可愛い。あっちの部屋ね、ちょっと色味がベージュっぽくてなかったから、ちょっと
とずつね装飾とかもややしたいかなとは思ってるので、こんな感じでちょっと激しめな感じでやっていこうかなと思って買ったやつです。これ結構お気に入りですね。なんかこういう可愛いアイテムあったし、トートバッグとかあとなんかポーチとかもそのお店は有名で売ってたんで、すごい可愛かったんで、ワードビレッジっていうところ全体がもうアートとかがある感じなんで、見てるだけでも楽しいショッピングエリアだったから、涼しいしアートを見るみたいな緩い感じで行ってみても楽しめると思います。ワードビレッジ結構良かったですっていうところで買ったものです。はい、というわけで中休みが終わったので、じゃあ本番に戻っていこうと思います。で、ハワイのデューティーフリーで買ったものですね。でも、デューティーフリーで買ったものあんまりなくって、これはね前から気になってたアイテムで、すごい日本でも人気なアイテムなんですけど、ラインがあってどれを買おうかすごい迷ってて買ったのがこちらです。はい、ゲランのセラムとオイルです。で、こっちのオイルの方がねすごく人気みたいなんですよ。すっごい有名だけど、あえてこう買ってこなかったのよ今まで。で、触らせてもらったらめちゃくちゃ良くて、私が好きなテクスチャー、しっとりはするんだけど、あのベタペタペタペタはしない感じだから朝でも使えそうかなっていうのと、オイルの方ももっとこっくりしてるかなと思った。めっちゃ伸びがいい、さっぱりした感じで、あの肌が柔らかくなる感じがすごくしたから、めっちゃ良かったですね。これ触った感じですごい良かったから、早く試したいとこなんだけど、スキンケアもいろいろ試すものがあるから、ちょっとね今順番待ちです。順番待ちの方々がここに控えてるなっていうことですね。これ多分めっちゃ良かった。私はでもオイルの方がやっぱ良かったと思う。価格に対してのものがすごく良かった。セラムよりも私はオイルの方が安いんだけど良かったと思いました。で、他はね、あの大して買ってなくて、試食して美味しかったこちらのチョコ4枚で何ドルかだったんで4枚買ったんですけど、これハワイアンシーソルト、ゴートミルクはちょっと気になったか買っちゃった。あとはハワイアンコーヒー&ニブスっていうやつで、マノアっていうところのねチョコレートなんですけど、これが結構美味しめだった。ちょっと食べてみちゃおうかな。ちっちゃいやつ買ったから、シーソルトとかめちゃくちゃ美味しかった。ちっちゃいやつだとこんな感じだね。なんか結構シーソルトはお塩強めな感じだった。ハワイってやっぱりチョコレート美味しいお店がすごく多くて、もうなんかホールフーズとか行ってもチョコめちゃくちゃあるから、どれが美味しいのかもうもはやよくわかんなくなってきちゃったんだけど、これは食べた感じすごい美味しかったですね。ダークめのやつとか、このシーソルトとか 72% とかなんで、私あんまり甘いチョコが好きじゃないんで、いい感じです。うまいわ、うまい、うまい、うん、うん、美味しいわ。まあ、女子には甘いのが好きな人もいるかもだけど、パーセンテージの高いねチョコの方がもしかしたら喜ばれるかもしれないので、甘いものが苦手な人でも、しかもこのサイズ感だったらね、もらってもあんまり困らないんじゃないかなと思って、まあ検討してみてください。結構美味しいです。で、味で言ったらシーソルとかこのハワイアンコーヒー&ニブス、高尾ニブが入ってるやつがいいと思います。食べた感じね。はい、というわけで、あともう一個最後、これ一番食べたかったんだけど、はい、これがアヒのジャーキー、だからマグロのジャーキーで、この絵でわかると思うんですけど、シラーチャーの味なの。だからめちゃくちゃ気になって、だシラーチャーのめちゃくちゃ大きい瓶を家に置いてて、シラーチャーってなんか要はチリでフォーとかにかけたりすることが多いんだけど、それの味ですっていうのが一番食べたかったやつ。はい、ってわけでデューティーフリーで買ったのはこれで以上なの。てわけで最後になりますが、最後空港で買ったものを紹介していきたいと思います。で、空港で最後にね追い込みをかけたわけなんだけど、ハワイの空港ってあんまりね買い物するところないって忘れてたんだよね。ってわけで買ったアイテムなんですけど、これも初めて見たんだけど、はい、ケツ Change Destiny 2 box 10 masks 1 20… え、待って、あれ待って、やばくない？私これを日本で買ってたのにさ、10枚のマスクのセットが2個入ってるフェイシャルトリートメントエッセンス、このポンプ式のでかいやつ買っちゃったんだけど、やばくない？言ってること。あ、マジか。これが2個入ってて、あとね、このフェイシャルトリートメントエッセンスが、あのクレンジングのやつみたいにポンプ式になってるのって日本で作ってるやつじゃないんだよ。確か日本じゃなくて海外でもともと売ってたやつなんだけど、このポンプ式で、ちなみにポンプ式使いやすいじゃんね、ちょっと出してみるけど、これ330ミリ入ってるんですよ。しかもプラなのね。プラだからいいじゃない。
でこういうタイプのやつなんで、まあ普通に瓶使うよりか私使いやすいからいいと思う。まあでもあのスケートとかで酵母だから温度変化があんまりない方がいいからガラスでケース作られてるっていうところはあるんですけど、まあ毎日バシバシ使う人だったら家にこれ置いといてもね全然いいと思うんで、使いやすいからこちらもいいと思います。ってわけで私もう本当に SK2 のマスク職人みたいな感じで今回40枚買ってきたことになるのかなと思うんですけど、はい、そういうことですね。あの足りない方ぜひ言ってくださいっていう、そういうことですね。こういうでっかいセットが売ってて、ちなみにこれ本当かわかんないけど売り場のお姉さんはここが一番安いって言ってたから、あのもし見つけたらね、よく使う人はこちらで買ってみてもいいかもです。ちなみに、これプラス、あともう一個ね、私クレンジング欲しかったんで、あの同じような形なんですけど、SK のクレンジングね。はい、これすごく好きで買ったんですけど、これ2つ買ったらおまけくれるよって言って、30ml のクリアローションと FT とジェントルクレンザーと、あとクリームが入ったセットをくれましたね。これだけでも結構な金額なんですけど、こちらプレゼントしてくれたので、またこれ旅行用としてね、使うこともできるので、いいかなと思います。はい、以上です。というわけで、今回ハワイで買ったものはこんな感じですね。すごいことになってるわけですけども、まあバッグとか買わない代わりに私はスキンケアとか買いたいっていう感じなんで、まあ気になっていて、あっちで買った方が安かったものとかも含めて今回は買ってきた形になるんですけど、まあ SK のポンプ式だったりとか、あとでかいパックのセットだったりとか、そういうのはもともとね見てて買いたいなと思ってたんで、買えてすごく良かったかなと思います。これでしばらくね SK は買わなくていいかなと思うし、お母さん誕生日だからあげようと思うんですけど、そういう形で、はい、良かったかなと思います。でやっぱセフォラなんですけど、セフォラはこのミニサイズがすごく豊富なんで、お値段安めでミニサイズでいろいろなもの売ってたりとか、あとはこうばらまきというか、まあリップとかだったらこう配ってお土産で渡したりっていう風にもできたりするので、セフォラのそういうミニコーナーとかもぜひチェックしてほしいなと思います。でサクス限定、もうそろそろ他のところでも売られると思うんですけど、トムフォードのスキンケアもちょっとまだ使ったことなかったんで、いろいろねレビューしていけたらなと思います。というわけで今回買ってきたものはこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。